こんにちは、塩です。本日なんですけども、こちら、ここはラブライブサンシャインでおなじみの内浦というエリアになっております。そしてその内浦の代表格である三ノ浦総合案内所というところに来ました。こちらがこの総合案内所の小屋なんですが、もう見てわかる通りね、ラブライブサンシャインに包まれていることが、見えると思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで早速こちらラブパンチコロッケというものをねいただきました。はい、ちょっと一口でかじっちゃったんですけど、結構胡椒効いてますね。辛いスパイシーです。はい、ちょっとかじっちゃったんであれなんですけど、形がねハートマークということでね、まあラブライブのラブだけあるんじゃないですかね。掛け合わせなのかわかんないけど、とりあえずこれ食べてね中の方を散策してみたいと思います。これ200円でした。そしてねこの背景てか普通にラブライブの人ってみんな巨乳なんだなって思った。びっくり。鷹めっちゃいる。鷹だらけやん。やばやば、釣りしてる方もいるんでね、それ狙ってるんでしょうかね。では中入っていきます。おーおー、1人5回分使っていいいいという仕様なんだけど、その1枚で5人使ってもらって5回分。はい。はい、というわけで、三ノ浦総合案内所でした。いやー、いい景色ですね、ここから見ても。いやー、やっぱね、総合案内所だけあって、すごい、中が充実してましたね。1ヶ月前くらいに、渡辺陽ちゃんの誕生日があったというわけなんで、フィギュアもね、たくさんありました。で、また、その中にね、まあ、クリアファイルがたくさんあって、まあ、お一人数個、まあ持ってっても大丈夫ですよっていうのがあったんで、私一個選ばせていただきました。こちら。はい、渡辺陽ちゃんです。ああ、はい、渡辺陽ちゃん。はい、こちらをね、いただきました。ありがとうございます。いやー、僕は赤のクリアファイル持ってないっていうのは嘘ですね。持ってたんです。まあ持って、まあね、キャラクター単体は持ってなかったんで、まあ、これがね、実質無料で、いただけるというのはね、とてもありがたいことです。で、それとですね、ここ、三ノ浦総合案内所を含め、まあ、沼津のいろんなところでね、ラブライブのスタンプラリーがやっているというわけなんでね、結構回っていきたいと思います。で、今回は三ノ浦総合案内所で、こちらの4つですね、1、2、3、4といった形でね、まあ、スタンプをね、たくさん集めていきたいと思います。はい。まあ、僕のね、まあ、お好きでやってるというわけで、ね、これもね、楽しみながら回ってきたらなと思います。おっと、船の出港ですかね。船の出港でしょうか。というわけで、引き続きいろいろ回っていきたいと思います。では行ってみましょう。